1番、2番目でした。こんばんは。あ、3番目でした。見るよ。わーい、こんばんは。こんちゃー。どうしたんですか。前回と同じ人じゃね、これ。どうしたんですか。どうしたんですか。あなたはここに来てどうしたんですか。逆にこれからですね、クックパッドライブですね。あ、クックパッドに入っていただいてる、ありがとうございます。そう、今ね、ここクックパッドのねとこなんですけど、外がありまして、テラスがあってね、せっかくこういい天気なので外でちょっと直前の生配信をしてます。そう、外にいます。めっちゃ天気気持ちいい。今日何食べましたか。今日は実は最近家でなんていうの、できる焼き鳥機、赤外線の焼き鳥の台を買ったんですよ、焼き台を。それで今日届いたんで焼き鳥をやってました。家で一人で。吉野家じゃないですね、今日は。食べたいですけどね、吉野家も。皆さん吉野家も食べてくださいね、めっちゃ美味しいんで。焼き鳥好きなんですよね。でも今日クックパッドライブではリクのわがままに応えるということで、カツ丼を作ります。煙出ないんですよ、その赤外線のやつは。なんていうの、減塩赤外線のやつなんで、煙が全然出ない。何で見ればいいですか。これは僕のストーリーの方にリンク貼ってあるので、クックパッドライブのリンク貼ってあるので、そこからぜひ入ってください。今日はタイを焼きます。いいですね。焼き鳥はタレ派、塩派、僕は塩派です。すごいね、今回はカツ丼って言ってもちょっとね、アレンジカツ丼なので、ぜひぜひ皆さんも見て真似してほしいなと思って。インスタライブあんましないですね。そうですね、たまーに。みんなそんなしてんのかな、逆に。そうめんもいいね、確かに。この時期、夏はね、ちょっと冷たいの食いたいですよね。この後7時からです、クックパッドライブは。焼き鳥何が一番好きかな。初元ってなんか言い方いろいろあるみたいだけど、そばもいいね。俺もそば好きですよ。十割そばが一番好き。うどんのいい調理法知りませんか。自分は結構夏はうどんは茹でて、ちゃんとこう氷水につけてちょっと洗ってあげるとツルツルになるんですけど、そこになんていうのかつおだしの、普通にスーパーで売ってるかつおだしの粉末を入れて、お醤油を入れて、ネギ、刻みネギを入れて、卵
まあ、好きなものをちょっと入れてこう混ぜるんですよ。ちょっとあれも入れたらいいかな、あのみりん、それだけですごい美味しいので、俺は結構夏はさっと作れて美味しいうどんはそうしてますね。鰹節上にパーッとかけて、あと刻み海苔、めちゃめちゃ美味しいですよ。か焼きうどんも俺すごい好きなんですけどね、焼きうどんも醤油、みりん、お酒入れて、さっきの鰹だし入れて、あとポイントとしては乾燥のエビ、小エビ、ちっちゃいエビの乾燥されてるやつがあるんですけど、それを結構いっぱい入れるとめちゃめちゃ美味しいので、干しエビというのかな、最強に美味しいと思います。十割そば美味しいよね。豆腐使ったお料理ございませんか。お豆腐、豆腐は何がいいんだろうね。でも豆腐って結構なんだろうね、麻婆豆腐だったり豆腐か、まあでもダイエットメニューでもよくね、豆腐ハンバーグとかいろんなありますよね。嫌いになってしまった。そんな食べたんですか。焼きうどん、今言ったやつ、あ、具材か、僕は豚肉と豚バラ肉とあとキャベツ、薄くした人参とか、たまにそれがなんか和風とかにしたかったらキノコとかなんかそういう感じでちょっと分けたりはしてますけど、リキアさん say hi please。 Hi。 山菜そばいいですね。ちょうど今飯時になってきてるんで、みんなお腹空いてきてるんじゃないですか。ライブ行く報告待ってます。今日もスイカハンター、あー、この後買おうかな。最近常にスイカ冷蔵庫に入ってるんで、でも今日は今ないですよ。今どこにいるの。今はですね、この後クックパッドライブなのでスタジオに来てます。リキアさんといえばカレー、そうですね、カレー大好きです。鶏胸肉は炒めるときに必ず片栗粉をつけるとすごくツルツルになってジューシーで柔らかく仕上がります。やってみてください。あのがっつりつけるんじゃなくて薄くね、それだけですごく変わるので、鶏胸肉ってこんなに美味しいんだと思いますよ。ささみも一緒だね。あと7分。見てますね。インスタライブです。鬼滅の映像見てました。砂陸をお届けしてまいりました。この後ね、クックパッドライブですね。僕の食の欲という欲を全て詰め込んだメニュー、楽しみです。がっつりだったね。2人とも走ってきてますからね。そうなんですよ、このためにこのためというか、ライブも近いんでね。そうなんです。はい、いやでも最近のリキヤさんの追い込み見てるとちょっとマジ火つきますよね。いやリクの走り込みすごいっしょ。だって今日は格闘もやってるし。そうです、今日はだから
腕トレの日だったんですよ、うん、腕やってで格闘技やってからダッシュで締めましためっちゃやってんじゃん。格闘だけでもだってきついじゃん。やばいっす。相当きつい。だってまた違う疲れだもんね。そうっすね。ね、かなり疲れるから、ね、まあ、どっちかっていうとなんかあの息上がった時にすぐ戻す用のトレーニングを今日、ね、一気に上げる感じとかね、はい、やってましたね。すごいね。だからライブの時はね意外と僕心は余裕なんですよ。確かにね、うん、俺も前回ねなんか走り込んでるせいかそんなにきつくなかった、うんうんうん、ただ見た目は反して我々汗かくだけなんですよね。そうそうサウナ我々サウナはねちょっとね汗の線がねすごい出やすくなっちゃってるんで、まもなくですうずっちゃってるからマネージャーというわけでまもなくなんで行ってきます。皆さんぜひ見てください。